はい、皆さんこんにちは、マンデルゲルビジです。では今回は SD ガンダムジェネレーションアクシズ戦記をプレイしていきたいと思います。ここまで1年戦争期、グリプス戦記とそれぞれファーストガンダム、ゼータガンダムとプレイをしてきました。今回はダブルゼータガンダム編になると思います。ここねプレイしていきたいと思います。早速じゃあ始めていきましょう。ダブルゼータガンダムはね、賛否あった作品だと思うんですけど、まあ、特にファーストガンダム、そして、まあ、ゼータガンダムと比べてですね、まあ、シリアスな戦争ものというよりかは、どちらかというとギャグ寄りにね、だいぶ舵を切った作品なのかなというふうに思います。では、真に人の解放を目指した宇宙への歩みはジオンの意志を継ぐ者にとってどのように語られているのであろうか。宇宙世紀 00880、 2月29日、グリプス戦記の敗北によりティタンズは破滅し、その混乱に乗じネオジオンと名を変えたアクシズが地球圏へとその勢力を伸ばし始める。前の対戦で壊滅状態となったエウゴの部隊はコロニーシャングリラでその体を休めようとしていた。しかしその後に忍び寄る騎士の姿があるのだった。これは、まあ、シャングリアにはね、ジュドーがいて、そこにエンドラのマシュマーがやってくるという、まあ、そういうステージになっているのかなと思います。まさにダブルゼータガンダムね、最初だと思います。まあ、ダブルゼータガンダムはやっぱり、トリビュートダブルゼータ、まあ、第1話っていう扱いなのかな、それとも、0話っていう扱いなのか、いずれにしてもあそこがまず衝撃的でしたよね。そこから第1話からのギャグテイスト、さらにね、まあ、ゼータガンダム見てた方だと憎き敵でもあったヤザンが完全にやられギャグキャラになってるっていうのもちょっと微妙なところではあったのかなと個人的には思います。では始めていきましょう。さあ、ここはシャングリアですかね。ここに見えるのがおそらくエンドラ、そうですね、エンドラですね。ここにはガザ、ズサ、ガルズ J とかがおそらく入ってるんですかね。ダブルゼータの初期配置の敵、モビルスーツ、アクシズ側のモビルスーツとしては。では出撃していきましょう。我々の方ですが、ここにいるのがネイルアーガマにもなってますね。シャングリラに入った時はもうボロボロだったエウーゴのブライトのアーガマですけど、まあ、その後ラザンロービー、いやラザンロービーじゃない、どう忘れしちゃいましたけど、毒艦ラビアンローズですね。ラビアンローズで、回収されてネイルアーガマーになったと思います。まあ、ここではすでにネイルアーガマーになってますね。ではこのネイルアーガマーを使っていきましょうか。ネイルアーガマーの初期配置モビルスーツですが、これはゼータガンダムなのかな。それとあとジム3らしきものがいますね。とりあえず出撃させてみましょう。これは最初のステージなので、まあ、特に苦戦することはないかなとは思いますけどね。話は変わってアメリカ大統領選挙の報道内容がね、ちょっと慌ただしくなってきましたよね。ちょっと前まではバイデン勝利濃厚の報道一色だったと思うんですけど、最近になってどうなんでしょうね。少しずつ接戦っていうね、まあ、そういう報道も目立ってきたのかなと個人的には思うんですけど、まあ、いずれにしても、ね、僕個人としてはやっぱりトランプさんに勝ってほしいなとは思うんですけどね。まあ、なんといっても民主党の代表であるバイデンさんなんですけど、民主党は、まあ、オバマさんの時もそうだったと思うんですけど、まあ、中国に対してまあ弱腰というか、いまいちな、ね、雰囲気というか、まあ、そういう、まあ、過去の外交政策の部分があったと思うので、まあ、できればね、トランプさんの強弁姿勢を貫いてもらえるところをね、見てみたいなと個人的には思うんですけどね。ではエンドラからも敵モビルスーツ展開してきましたので確認していきましょう。まずはエンドラですが、ヒットポイント17,000ですね。まあ、なかなか強キャラだと思います。そしてズサ、これヒットポイントが8200。これマシュマーがね、乗ってましたよね。そしてここにいるのがガルス J かな。そうですね、これもガルス J、7400ですね。まあ、ガルス J もマシュマーが最初に乗って出撃をしてきたモビルスーツだったと思います。
そしてガザ D、ガザ C じゃなくてガザ D にもこの時点でチェンジされてますね。ではこれらを叩いていきましょう。ジム3がいるので、ガンダムマーク3と連携しながら、できればガンダムマーク3をクラスチェンジさせて、マーク3の次はもしかしたらうまくいけばダブルゼータにクラスチェンジできるかもしれないので、ダブルゼータにクラスチェンジさせるためにとどめをマーク3で刺して、それによって経験値を全部マーク3でかっさらいましょう。ではそういう段取りでプレイをしていきます。まずジム3とガサ D のドッグファイト、格闘戦ですね。2900削れるんだな。どうだろう、ガザ D を削って、まずこのガザ D の経験値をもらっちゃいましょうか。まあ、そういう意味ではマーク3で格闘戦を仕掛けたいので、一旦ここはビームスプレーガンでこのガザ D を削っちゃいましょう。で削った後はマーク3の格闘戦で一気にこれを撃破して経験値をもらっちゃいます。1600だったらマーク3だったら格闘戦仮に防御されたとしても落とせるんじゃないかなと思いますので、ちょっとそういう目論見でいきましょう。ただ念には念をということで、一応もう一削りしておきましょうか。これで回避か、回避されると当たると沈めちゃうな。そうなると、まあ、当たってくれることを信じてマーク3でビームサーベル格闘戦を挑みましょう。回避 96%、 これだったら絶対に撃墜落とせますね。これで経験値がごっそり入ってくると思うので、その経験値を生かしてですね、もうすでにこのマーク3、先ほどご覧いただいた通りですね、レベルが3に上がってるので、あとガザシーをもう2機潰せばレベル3からレベルエースに多分なれるんじゃないかなと思います。なのでそこまで頑張って進めていっちゃいましょう。ビームスプレーガンでズサのヒットポイントを削っていきます。ちなみにあまりヒットポイント削りすぎると、敵のモビルスーツはエンドラに戻っちゃうと思うので、まあ、削りすぎには注意しましょうね。では進めていきます。ではガンダムマーク3でガルス J 削りましたので、ね、ガルス J を撃墜していきましょう。この次ガザ D を撃墜できればマーク3のレベルが上がるんじゃないかなというふうに期待をしています。なので間違って、ガザ D を落とさないように気をつけましょう。いや、もう上がったな。レベルエースに上がりましたね。これだったらもうこのまま沈めていっちゃいましょう。このガザ D を、まあ、うまくガザ D に対してジム3のビームサーベル3回切れれば多分撃墜できるんじゃないかなと思います。まあ、ただちょっとダメージの量見て、防御されてしまうと厳しくなるようであれば一旦引っ込めて次のターンで確実に仕留めるっていう方法も考えたいと思います。そうですね、ちょっとここは次のターンで確実に仕留めるとして、一度モビルスーツ隊をニールアガーマに引き上げて回復させましょう。あと敵モビルスーツガザディが1、ズサが1、あと、まあ、エンドラーというところですね。ここはエンドラの2連装ミサイルガンダムマーク3回避しとこう。60%。まあ、当たって一発でやられるっていうことはないと思うんですけど、もしやられちゃったらリセット案件ですね。1800。まあ、この程度であれば、あと2発3発は耐えられそうかな。ガザディに対しては格闘を仕返しておきましょう。これで次のターンで削りやすくなってると思います。まあ、せっかくレベルが上がってもその落とされてしまうとね、結局レベル上げた意味がなくなるので、まあ、そこだけはね注意をしっかり払って
まあ、撃墜されないように気をつけていきましょう。まあ、レベリングはね、この後もする機会あると思うので、まあ、無理に残さずに、ちゃんと引き上げさせて回収していきます。で、改めて出撃をさせていきましょう。まあ、ただ、戦艦、まあ、この場合だとネイルアーガマーからですけども、ネイルアーガマーからですね、出撃した直後はね、攻撃ができない仕様にはなってますんで、まあ、あらかじめ敵とね、交戦するエリアの近くには、モビルスーツを発艦した状態でね、配備するっていうのが、まあ、このガンダムジェネレーションのセオリーかなと思います。まあ、ガンダムジェネレーション、この SD ガンダムジェネレーションですけど、後に続く G シェネシリーズのね、多分ベースになってるものだと思うんで、ゲームシステム自体もかなり完成度が高いのかなっていうね、ここまでのプレイフィールは感じてますね。さあ、では、ズサですけど、これどうしようかな。このマーク3はもう、もったいないので、マーク3で攻撃して撃墜したとしても、結局のところ、その分、経験値がノッカーに吹っ飛んじゃうので、できれば、ジム3で、ズサなり、エンドラなりっていうのはね、潰したいなと思うので、まあ、時間をかけてでも、エンドラと、この残ったズサは、ジム3部隊で、撃墜をしていければいいかなと思います。では、このまま進めていきましょう。これで、ズサをジム3で、撃墜。経験値を回収します。あと残りエンドラだけですね。このエンドラに関してはどうだろう。囲んでしまって動けないようにしちゃうっていうのがいいかな。エンドラ、おそらくね、レンジ1の攻撃兵器は持っていないと思うので、囲んでしまって格闘でちまちま削っていくのがいいかなと思います。はい。では、ご覧のようにエンドラを取り囲んで残り線を切るところまでヒットポイントをね、ちまちま削ってきました。取り囲んでる間に周辺の拠点もですね、制圧、占領を進めて、ちょっとでもお金をもらおうと。ね、少し姑息ではありますけども、そういう行為も行ってあります。で、残っているジムなんですけども、1機がもうすでにレベルはエースに到達していて、2機がレベル1になってます。まあ、どっちで倒してもいいんですけども、これ、エンドラを攻撃してですね、経験値をごっそりもらっちゃいましょう。これで経験値がどれくらい入るかだな。エンドラ沈めてジム3の経験値がレベルエースまで到達してくれるとね、この次の攻略ステージが楽になるのかなという期待はしてるんですけど、ここは見ておきたいですね。レベルが上がって上がって上がって、これでレベルエースにジムが2機、そして、ガンダム、マーク3が1機、到達したというところになります。はい。では、第1話、第1ステージ、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ここからね、アクシズ戦記ということで、ダブルゼータ編をプレイしていきたいと思いますので、次回以降も、皆さんのご縁、引き続きよろしくお願いいたします。